はいどうもコミーです。さて本日はこちら TH コンプリーターさんからですね動画をお届けしていきたいというふうに思うんですけども、テーマは、スーパーバルキリーですね。これをちょっと自分なりに、考察していきたいなというふうに思います。で、本日の、対戦野良大戦だったんですけども、すごい有名な日本クランさん、クランクさんとですね当たりました。でまあ白熱したリプレイがたくさん生まれたんですけども、ちょっとその中でもスーパーバルキリーに今回はスポットを当てようかなと。で、まあ、結論から言うとやっぱりですね、あの自分の中ではまだこれ解放して1週間がっつり使うようないい使い方はないなという印象です。まあ、いろんなね、あのところでこう動画も出てるし、もう、すでにもう試されてる方もたくさんいると思うんですけども、ちょっと自分の中では、なんかこう一つのテンプレ的な、ある程度応用の幅の効く、使いこなし方っていうのが見つかってないんですよ。で、まあ、その中でも今回、紹介させてもらうのは、多分割と合理的な方じゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、イエティと混ぜるパターンなんですけどね、まあ、これが、まあ、今まで見た中では自分としては一番、使えそうというか、効果を発揮しそうなやり方な気がします。これ、ウルダさんすごい上手かったんでね、ちょっとぜひぜひ見てもらいたいと思うのと、今日は合計3本ですね、動画見てもらいたいと思います。動画とか、まあ、リプレイですね。最後1本ですね、あの、ケイスケさんの、面白アタック動画でも登場したウライアンさんがまたね、やってくれたので、ちょっとそれも、見ていきたいと思います。はい。で、1本目、2本目でこのね、スーパーバルキリーに関する考察やっていきます。まずこれですね。どんなプランニングかっていうと、ここまずグランドオーデのオデヒーで削りますね。オデヒーで。で、ここを、はい、ライトニングクエイクで削っていきます。コーンと。で、そうしたら残ったこのルートですね。こういうところ、この辺のルートに対して、イエティとスーパーバルキリーを流し込んでいくということですね。Sってかと。S。ホイスを流し込んでいくと、よいしょ、よって感じですね。で、見てもらうと分かるように、ある程度狭いエリアに歩かせていくので、スーパーバルキリーとイエティをですね。なので、まあ、そこそこ、あのスーパーバルキリーの、レイジの効果範囲が狭いとはいえ、まあまあ、なんとかイエティが乗ってくれるかなっていうぐらいの、この幅ですよね。で、なんでこれじゃスーパーバルキリーじゃなきゃいけないのな、じゃなきゃいけないの、ないのっていうか、スーパーバルキリーがいいのかっていう話でいくと、天才、要はそのライトニングとクエイクを使って、すごい、嫌な投石機クロスボウ、ここにあったのをガツンと折っていきましたよね。こうすることによって当然ながら、入りの火力を下げられるんですけども、加えて、イエティがこっち方面にこう、逸れてしまう。っていうリスクをなくしていってます。で、こうすることによって、イエティとバルキリーたちは、この狭い範囲にこう進軍をしていくんですけども、狭い範囲に進軍できるんだけど、壁が多いんですよね。で、この壁どうするかって言った時に、ジャンプの呪文とかが、またはクエイクがどうしても必要になってきちゃうと。そうすると、ライトニングも使ってるし、クエイクも、ライトニングも使ってるし、ジャンプ、クエイクも使うとなると、レイジがもう持っていけないじゃないですか。ってなった時に、じゃあ、スーパーバルキリーのレイジで、このレイジ効果を代用しましょうっていうのが、このパターンだ、じゃないかなっていうふうに思います。で、これっていうのも、まあ、2本目見てもらいたいんですが、使える場面がめちゃくちゃ限られてくると思います。あの、今回、グルタンさん、スーパーバルキリー6体持ってきましたけども、今これ完全にここ、無駄打ちレイジになってますよね。で、こんな風になってしまうことを想定して、ある程度の数のスーパーバルキリーを持っていったんじゃないかなという風に思っているところなんですけども、要するにその狭い範囲を歩かせるとはいえ、スーパーバルキリーが狙ったところでやっぱりこう倒れてくれないと、レイジの効果の上にちゃんと乗っかんないんですよね。今回の、あのグルタさんのアタックすごく綺麗に乗っかってたので、あの狙い通りだったと思うんですけども、そうじゃない場合っていうのがやっぱりあって、まあ、2本目の動画がまさにそれですね。これはスーパーバルキリーをあえて、ベイマックスさん使ってないんですけど、これはもう使わなかった理由はおそらくもう間違いなく、それおそらく間違いなくって、どっちだよっていうね、それじゃないかっていう気がします。で、今回のアタックっていうのは、この壁の隙間からイエティをガツンとこう入れていくんですけども、クエイクをど真ん中にこう打っていくんですね、ボーンって。打っていくので、イエティが中央部で死産します。要はもうブワッと。資産っての四方八方に散乱するね。死ぬじゃなくて、ばらけちゃうんですね。そうなった時に、
バルキリーをそこに混ぜたからといってレイジングうまく乗っかるかっていうと、どこに行くか全く読めないじゃないですか。これはもう単なるバグ地でしかなくなっちゃうので、ルートが限定できない場合っていうのは、スーパーイエティを、スーパーバルキリーを使うべきじゃないのかなというふうに思っています。で、まあ、さっきの逆に、1本目見てもらったアタックみたいに、ルートを限定できる場合、まあ、ライドニングを使った場合って主に限定できるケースが多いと思うんですけども、そういう場合には、むしろですね、スーパーバルキリーを入れることによってレイジの効果に、まあ、イエティが比較的乗りやすくなる、まあ、ヒーラーも乗りやすくなりますね。なので、無駄な、スーパーバルキリーのレイジの発生っていうのが抑えられるというふうに、まあ、考えられるのかなっていうところですね。だそういう場合には使える。つまり今天才イエティっていう攻め方をしたい場合、もう天才の呪文で、要はライトニングクエイクで非常に、美味しく削れる区画があるルート作りの面でも、単純なその防衛施設破壊の面でも、この両面で美味しい区画があった場合に、でもイエティで攻めたいんだったら、スーパーバルキリーを使うと。で、そのレイジ効果を使っていくっていうね、いう考え方がいいのかなっていう気がします。これ、まあ、最終的にはこう、イエティが、試算して、こんな感じで、全部いなくなってしまったんですけども、まあまあ、その、どこでいなくなったかって言ったら当然ここですよね。ここにスーパーバルキリー入ったらどうかなって感じですよね。多分、レイジの輪って多分これぐらいなんですよ、マックス。こんなもんなので、これじゃ、さすがにイエティが乗っかんないので、こういった場合には、スーパーバルキリーを持っていくよりもむしろ通常のイエティラッシュに、置き換えて使った方が、まあ、圧倒的に効率的かなというところな気がします。どうですかね、まあだからライトニングイエティこれを使う場合にはやっぱりスーパーバルキリーっていう選択肢はありですね。やっぱりまあそこだけは、よく抑えておくべきポイントなのかなという、まあ、特にイエティ使いの方にはね、そういう使い方っていうのが非常に、攻めの幅を広げてくれていいんじゃないかなと思うところですね。はい、浦山さんですね、見ていきましょう。まあイエティ使ってるけど、まあ主力は完全にこれスパジャイですね。まあちょっと今回の主題はもう終わってます。これ完全に面白かったんで撮らせてもらったんですけども、これもうまいですね。しっかりと相手のダークエリの、ポンプにボーラー当てて、ここ、対空砲削る、こういうところもまあよくしっかりご覧になってらっしゃるというか、で、まあ、ギリギリ削りきれないんですけどもね、まあ多分これでもまあなんかドサクサで多分一発小づけば削れるんで、これでこう無駄にしないってことですね、ダメージを。で、スーパージャイアント、壁一気に殴り上げます。殴り上げたらあとは、後ろからイエティを入れてヒーラーも2体かなつけて一気にこの区画に入っていきますね。でバルーンを出しているんですけども、序盤にトームを使うことによって、トーム中にバルーンがやられません。でおまけにさらにレイジに乗っかってさらに奥へ奥へ進んでいって、これは完全に、ホーミングとかのチェック用ですね。そこに今なかったので、レイジに乗っかったヒーラーがなおもバルキ、バルキじゃないわ、スーパージャイアントとイエティを回復し続けていますね。中央に入ったスーパージャイアントまだまだ壁をゴリゴリ殴って、イエティもシングルに捕まるけどもミニイエティを放出してということで、もう中央部を一気にえぐっていきます。スーパーガーゴイルもアーチャークイーンが簡単に処理ですね。フリーズをかけたタウンホール起動しないままそのまま一気にアーチャークイーンとイエティで押し切りで、ユニットの数が少ないのかなと思ってるんですけども、いつの間にか10日弊社から出てきたホグライダー、こいつらがここからなんとぐーっと歩ってくるんですね。で、そのホグライダーと、ロイヤルチャンピオンがいつの間にか出していたバルーンたちと合流して、ここで一斉に集結する。なんだこれっていうね、ほんとすげえなって感じですよね。もうなんでこういうプランを思いつくのかなってこの前聞いてみたんですけど、ウライアンさんに、ユタさんってこのアカウントがウライアンさんのアカウントなんですけども、ウライアンさんですね、攻めを考えるときにこの村に対してどう攻めるかなじゃないんですって。こういうユニットの付け方をしたいから、それが刺さりそうな村ないかなみたいな順番で見ていくらしいんですね。なんでこういう風にたくさん村が選べる場面っていうのはむしろ得意で、まあ、前回、ケイスケさんが上げた動画、まあ、私もちょっと動画に上げたんですけども、ウライナさんが攻めたアタックっていうのは、例えばその、なんていう、グランドウォーデンのオデヒーがやりたい。でもってオデヒーにちょこっとユニットまでトームかけるような、おしゃれなトーム。おしゃれトームが使いたい。っていう、
ような、まあ、その発想がまずあった。そもそもおしゃれトームってなんだよって話ですよね。トームってたくさんのユニットを一斉にこうまとめてかけることに僕らはもうめちゃくちゃ気を思いでるじゃないですか。にもかかわらず少ないユニットでトームをかけたいっていう、そのそもそものその欲望がわからないですよね。なんですけど、まあそういうところから発想が始まってたりとか、今回のケースで言えばおそらく、ジャイヒーをやりたいというところから始まってたんじゃないのかなっていう気がします。なぜそれをやれるそうな区画を持っている、その壁の作りをしている相手ですよね。それを選びながら、じゃあそれで、削るのはどこまでで、削りきれない部分は何に潰そうかなみたいな、多分順番で考えたんじゃないかなというふうに思います。何にしてもすごいですね。それを実際にできてしまうんだから、おそらくこれプランニング聞いても僕絶対になぞれない自信があるので、とにかくもう発想力もすごいけども、プランニング以上にその、あるべきその、なんていう形を、実際その3分間で作り上げる、テクニックがすごいんだなっていうような気がしますよね。はい、というところでですね、本日は、ちょっと最後浦山さん特集っぽくなっちゃいましたけども、メインはスーパーバルキリーですね。1本目2本目の動画で見てもらったように、狭い、ルートを作れる。でそこにまあライトニングの天才なんかを打ち込んでいって、イエティのルートをある程度限定させることができるような場合っていうのは、天才を使うことによる呪文の、持っていけないその枠っていうのを、スーパーバルキリーを使うことによって、このレイジ効果ですね、死亡時レイジ効果を使ってイエティとヒーラーを加速させるという、まあ、そういう使い方ができるんじゃないかなってことですね。ただまあ2本目見てもらったように、ある程度そのイエティをもう序盤からばらけさせるような前提でプランニングしている場合には、もうこれはやらない方が多分よくって、あっちゃこっちゃにスーパーバルキリーが飛んでしまって、レイジ効果が無駄打ち状態になってしまうんじゃないかなっていうところですね。だからその辺を気をつけながら使うのが、まあ、今回の、動画でお伝えしたかったポイントになります。まあ、もしもですね、これ参考になりましたよってことであれば、グッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。またですね、タンホール13のみならず12、11の動画も、GS3 というですね、ミックスで日本最強のクランがありますので、そこからお届けしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひそちらもお楽しみにしていただければなというふうに思います。週1回ね、そちらの11、12もやっていきます。また、TH コンピュータさん、あと我々関西クラクラクラブですね、自分のホームクランも今、タンホール13オンリーですけどもね、JWC やリーグ戦の、まあ、野良対戦は結構緩くやってるかな、まあ、その辺を一緒に頑張っていきたいって思っていただける仲間募集しておりますので、どちらのクランもぜひ、興味のある方は、門叩いてもらったら嬉しいです。はい、というところで最後、宣伝長くなって失礼いたしました。本日の動画この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。